小笠原忠印は、江戸時代後期の大名。武前国国ら藩の第七代藩主。下には十四人下、左京大部、自重。小笠原家、宗家八代。第六代藩主、小笠原忠方の次男として誕生。文化八年二月十六日、父中方の着手となる。文政七年五月十五日、第十一代将軍。 徳川家成に配越する。同年12月16日、十五位死体を神に除任する。後に、左京大部に改める。天保六年12月16日、十四位下に昇進する。天保十四年九月三日、父中方の死去により、家督を継いだ。家営二年12月16日、自重に任官する。父の時代から、 小倉藩は財政難に悩まされた上、複雑な清掃もあって過労や藩士など300人以上が筑前国黒崎に出本するなどの事件もあって、中寺樹氏が継いだ頃の小倉藩は混迷を極めていた。中寺樹氏はこのような藩を立て直すため、積極的な反省改革に取りかかる。まず、中寺樹氏は不正を許さず、これらを厳しく摘発する。さらに、 安政元年には首都を実施した。その他にも農民に対して前世を施すなどして反省を立て直した。安政三年、四十九歳で死去した。死後、家督は養子の忠義が継いだ。ありがとうございます。